今日は新宿の明治の牛乳コラボの広告を見にやってきました。ちなみに今回コラボのね、衣装がブルーでめっちゃ可愛いので、私もちょっとそんな感じで今日はみんなの服をねちょっと真似して着てきました。こんな感じ見えるかな。はい、こんな感じですはい、ということで早速ね、もうめちゃくちゃ可愛い広告が目の前にありますので、はい、紹介していきたいと思います。こちらです。はい、まず明治おいしい牛乳対明治おいしい牛乳鬼滅の刃コラボオリジナルグッズプレゼントキャンペーンでドーンと出てますね。そしてキュウさん、めっちゃ可愛いめちゃくちゃ可愛いです。本当に牛乳片手にスンとしております。はい、こんな感じの衣装ですね。のぶさんもブルーのグラデーションの羽織がめちゃくちゃ可愛いですね。はい、こんな感じです。可愛い。そして命け何このタンクトップ、マジ可愛いんだけど明治美味しい牛乳って書いてあります。はい、で、そしてみつりちゃん、めちゃくちゃ可愛い。はい、ガッツポーズしてますね。はい、めちゃくちゃ可愛いそして煉獄さん、さすが煉獄さん、堂々と、はい、座ってますね。めちゃくちゃ可愛い。すごい持ち方だよね、ある意味腕組んで牛乳パック持ってます。めっちゃ可愛い。はい、そしてタンちゃんです。タンちゃんもなんか似たような持ち方してるね右手に、はい、持ってます。めちゃくちゃ可愛い。はい、で、ねずこちゃんもめちゃくちゃ可愛いです。珍しいね、こういう青い感じの服を着てるのは。はい、めちゃくちゃ可愛いです。はい。そして、むいくん。相変わらずですね。でも、すごい可愛い。両手で、ちゃんと持ってます。めっちゃ可愛い。はい、そして、ド派手なずえさん。さすが、オーラも、キラキラですね、周りに。キラキラのオーラが出てます。はい。こんな感じです。そして、ぜんちゃん、どうしたの？こんな端っこにいて牛乳苦手なのかな？なんだろうめっちゃかわいいです。はい、全体はこんな感じです。はい、次はこんな感じになってます。次はこちらですね。一人一人のになってます。めっちゃかわいい。ここもあって、すっきりしてていいんじゃないかと思う。うまいじゃないんだね。おいしい、おいしい、おいしいってなってます。はい、で、ねずこちゃんは、むの代わりにぎゅってなってますね。めっちゃかわいい。次はこちら、うずいさん。おいしいをつかさどる牛乳。なんかうまくかけてるよね、それぞれのキャラのセリフに。はい、次、むいくん。なんだっけ、このこだわりの製法なんて言うんだっけめっちゃかわいい。はい、そして猪之助、ナチュラルテイスト製法だってさはい、そして、はあ、なるほどね、飲みますって書いてありますいやいや感あるよね、やっぱねはい、で、ラストがですね、一番こっち側にあります。はい、ギューさん、かわいい。はい、こだわりが普通とは違う。はい、はい、ですね。はい、そして、しのぶさん、新鮮な香りが続く、ちょっとすごいパックなんですよって書いてあります。かわいいですね。で、ラストはみつりちゃんですね。コクがあるのにすっきり、かっこきょんめちゃくちゃかわいいです。で、最後はこんな感じです。はい、デジタル広告みたいなんかもあって、ちょっと時間差でこういう感じで分かれてるんですが、組み合わせがね、毎回バラバラになってます。最高の組み合わせですね。お、ゼンちゃんとうずいさんですね。後ろがしのぶさんと猪之助。これ、ね、結構すぐ変わっちゃうんです。あ、炭治郎と煉獄さん、後ろにギュウさんがいた気がする。あ、変わっちゃった、早いなんか15秒ぐらいで終わっちゃうね。
これ自体は多分30分ぐらい出てるんですが、1週間だけ22か3までの広告になるみたいなので、皆さん近くに立ち寄りの際は丸の内線の、ね、地下の、はい、通路にありましたので、ぜひ立ち寄ってみてください。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。じゃあねー。Thank you.